女子力ステップアップバラエティビューティーパークプレゼンツレギュラーのお楽しみ会どうぞよいしょ次回の手見切れてるわもうちょっとこっちやって傷つけへんやんもうちょっとこっちやってもうちょっと書いてくれそう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 そこへ西川君さあ始まりましたレギュラーのお楽しみ会でございます、はい、どうもレギュラー西川です松本でーすガサクサイズ何サイズ17年やってんねんサイズ覚えてって2015年もやってきますからねもちろんどんどんやってきますからさあこの番組日本最大級の美容室ヘアサロン検索サイト、うん、ビューティーパークさん提供のいつもそうなってます盛り上がるたくさんの番組でございます、はい、さあそしてこの番組を盛り上げてくれます BP ガールズの皆さんも、今日も来てもらってます、はい、さあ自己紹介お願いします、はい、お願いします。はい、山内シンガー19歳でございます。今日もフレッシュな気持ちで頑張ります。よいしょ、あれだめっちゃ気持ち悪いあれだお前僕より思うの気持ち悪いやめてザキヤマさんに近い方の気持ち悪い一回やってみたかったんですよ。マネのマネやってるよお願いします。19歳やったんですね。19歳ですよ、続きまして、はい、もうすぐバレンタインデーでそわそわしてる28歳の吉田奈緒です。よろしくお願いします。そわそわしてる感ないで落ち着いたもんやで。ちくはそわそわするんだ。男の方がそわそわするんだあれ、ちなみに、あげようと思ってる人はいんの？んでもちょっと友チョコ今年から頑張ろうと思って。あ、なるほどね。作り、あ、チョコ作りを、はい、なるほどなるほどなるほどね。でてか我々にないんだね。あ、もちろん用意しますよ。ほんまか。もちろんね、みんな、ね、あ、でも俺潔癖症やから手作りとかやばらしいな。食べろ。いやいや、無理無理。いやいや、ごめんなさいごめんなさい。クッキーとか食べれないんですか？クッキー、クッキー無理無理。俺断る、そのごめんなさい。ほんまのこと言わんねえから。いやいや、だってもらったらええ。だってそれ食べれへんやんか。いや、お腹は空いてるけど食べれへんやんか。ちゃんと正規品のやつで、ちゃんとバーコードついたやつ。すいません、お願いします。お願いします。さあ続きまして、はい、倉林智子29歳です。今年はプライベートでチョコをあげれたらなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。そっかそっか、アナウンサーさんやからさ、いろいろお付き合いとかで、ギリチョコ結構あげてたじゃん、昔は。結構毎年何十個も。ねえ、持ってたの、大きなバーって。やっぱそうは大変やもん、だって仕事場でさ、まあ、会う人が限られてるからさ、中にはちょっとほんまに取る人もおるんちゃう。ギリチョコやって言って渡すけど、結構20個詰め合わせとかですよ。こんなんでしょ、一緒に。あ、はい、20個詰め合わせ。俺いらんわ、それやった。それやったらもう返すわ。うまいな。はい、よろしくお願いいたします。さあ、そして最後、はい、大学生20歳の中島乃々佳です。バレンタインで何もそわそわすることがないんですが、どうしたらいいでしょう。よろしくお願いします。何をお便りを受け付けてるんだ。バレンタインより自分のなんか生き様とかにそわそわしてるキャラクターとかさ、毎回思うんだけど、一回うんってやってこいよ。こいつやな、感が絡んでる感じの、常にここにへばりついてる感じ。そうや、一回うんってやって。アナウンサーの次だから。いやいやいや、いや、あと4番目やねんから、一発目っていうのなしやろ。もう掴んで、うん、くれる時間たっぷりあるやん。どうもーとかあるやん。MC さんはってやるとドキッとするから。そうそうそう、考えてないのって思うから。わかりました、お願いします。お願いします。さあ、そして今日も素敵なゲスト来ていただいております。12月に来ていただきましたが、カジエリちゃんことカジエリコちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。カジエリコです。お願いします。はい、お願いします。ちょっと前回も可愛かったけど、今日またさらに可愛なってない？ありがとうございます。今日は、はい、メイクをだいぶ変えました。変えてるよね。はい、だいぶ変えました。色がだいぶちゃうで。はい、髪の色も結構明るくなってるんですけど、なんか、はい、なんかちょっとギャルまでいかんけど、サーバーサーファーっていうか、なんか海にいる女の子の感じで、こんな冬のカットしてるのに。いや、違う、顔面だけ、顔面だけサーファーですか？そう、なんかサーファーの横にいそうな感じの。確かに、なんかね、お昼ご飯カップラーメンでもへっちゃらみたいな。そんな感じですか？なんか全然、わがまま言わへん感じの。なんかほんまメイクがだいぶ薄くメイクがだいぶ薄くしています。で、眉毛をちょっと変えたんですけど、
あの平行前にしてちょっと薄めにしてて、前はちょっと上がってたんですけど、今ちょっと平行前にして柔らかい雰囲気を出してます。なあ、はい、前のなんか清楚な感じ、ちょっとごまきさんっぽく、あ、ありがとうございます。はい、いいよね。はい、カジェリコさん、プロのヘアメイク兼タレントさんでございます。はい、芸能人のマネメイクが得意と。そうですね、はい、メイクアップ技術検定1級。はい、素晴らしい。美容師国家、え、美容師もじゃあできるってこと？できます。はい、お店持ってるの？お店はもう、あの、そうですね、キャリアが積んでいけば。へぇ、すごいな。出資してくれる人呼びかけた方がええんちゃ う、 もうぜひよろしくお願いします。ねえ、ね、でもめっちゃ儲かるんじゃん、マジで。芸能人が美容師やってるってなかなかないもんね。そうですね、普通のお店はあるけど、もう将来私の夢は学校を開校することなんですよ。おー、はい、かっこいい。はい、もっとかっこいい名前にしてメイク学校ね。はい、メイク学校を、はい、やるのが夢なんです。はい、どうですか、前回この12月このレギュラーのね、お楽しみから出ていただきましたけども、はい、そら反響すごかったよ。すごかった。もう携帯鳴りやめへんかったマネージャーの携帯ずっとブー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 言われた。はい、そうですね。もちろんそうやな。そりゃそうやな。そりゃそうですよ。はい、で最近の他なんか変わったことあったりしますか？最近はですね、新しい最新マネメイクをやりまして、昨日おとついぐらいにブログに更新したんですけど、まあ1月なんですけども、うんうん、あのブログに更新しまして、玉城ティナちゃんのマネメイク、ビビの専属モデルさんですね。わあ、え、これ、これ、はい、私です。え、すごい、かっこよかった、思った。